はいどうも、ブーチャンネルのブーちゃんです。よろしくお願いします。今回もね、またね、ちょっと幽霊についての話しようと思います。今回も別にそんな怖い話とかじゃないんで、怖いの苦手な人もね、最後まで見ていただけたらと思います。まあね、皆さん、幽霊って寿命あると思います。もう死んでるんだけど。死んでるから寿命っていうのは適切じゃないかもしれないけど、ちょっとね言葉が正しくないかもしれないけど、幽霊って永遠に存在すると思います？それともいずれいなくなると思います？私はね、永遠に存在するわけじゃないっていうのは以前から思ってたんですよ。だって数多くの霊の目撃証言の中で、かなり古い縄文時代とか弥生時代とかの服装した幽霊の目撃情報ってないじゃないですか。だから昔はいたかもしれないんですよ。いたかもしれないけれども、今はいないっていうことは、その霊にもこの世にいる期間っていうのがあるんじゃないかって思ってたんですよ。で、大体さ、目撃されるのって古いやつでも鎧を着た武士の霊とか落ち武者の霊とか、そういうのが多いと思いません？大体古いやつでね、実はね、前にツイッターかなんかかな、で幽霊には寿命があって、その寿命は400年っていうツイートをしてる方がいて、でこれなんで400年になったかっていうと、あの有名なね、天下分け目の戦い、関ヶ原の戦いあるじゃないですか。徳川家康と石田三成の軍が戦った戦いですよ。関ヶ原の戦いがあったその関ヶ原っていう場所では、昔からね、落ち武者の霊が多く目撃されてたんですけれども、それがね、ここ20年ほど前から目撃者がもう激減したんだそうです。一気にいなくなったの。関ヶ原って確かね、1600年だから、これ逆算して考えると大体ね、400年ぐらい経った今姿が見えなくなってる。だからこれ多分400年が寿命なんじゃないかっていう話になってるんですよ。まあ少しずつ少しずつ見える数が少なくなってきた、目撃情報が少なくなってきたっていうんだったら分かるんだけど、その関ヶ原っていう場所に対しては400年経った今、圧倒的に一気にいなくなってる、目撃情報がなくなってるらしいんですよ。だから霊として存在していられる時間にも限りがあるんじゃないかっていう話になってるんです。それをまあ寿命っていう形で言ってるんですけど、ただこれ海外になるとね、実はね、2000年前のローマ帝国兵士の幽霊を見たなんて話もあるんで、幽霊すべてにこの400年っていう枠が当てはまるかっていうと、そうではないですよね。ただ言えることは、縄文時代の霊は世界のどこ行っても目撃情報はない、縄文式土器を持った人とかとの霊とかは目撃情報はない。ということは、まあ歳月に対しては個人差はあるかもしれないけれども、この世に霊としていられる限界みたいなようなものはあるような気しません？私昔ね、とある霊能者が言ってた話を思い出したんですけれども、霊として現世に残っているのは何らかの執着があるもの、それは本人が持っている執着もそうだし、身内の執着もそれ当てはまるらしいです。なので本人は本来は何の未練もなくて成仏したいんだけれど、残された家族がいつまでも行かないでほしいって、なんで死んじゃったのとか、ずっと私のそばにいてとかって、そういう執着を身内が残していたら、これがね、執着となって成仏できないで残っている場合もあるんだそうです。でもね、これもね、歳月が経ってその人のことを知っている人がいなくなったら執着もなくなって成仏できる、それがまあある意味寿命なのかもしれない。
これ本人に執着があった場合も、年月が経ってだん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 とその気持ちが霊だけれども、霊だけれども肉体はないんだけれども、性格とかはそのまま残ってるみたいなんですよ。だからすごい意地悪な人は霊になってもその性格は残ってるだろうし、だからそういった面でその気持ちが穏やかになった頃が、まあ、重要なんじゃないかと思います。だからいずれはね、全ての霊は行くべきところへ行く日が来るんだろうなとは思ってます。ただそれには個人差があって、で今回関ヶ原の戦いで戦って討ち死にした霊たちに関しては、まあ大体400年が寿命なんじゃないかって言われてる。今回はね、そんな話でした。